おいっす。今回は、孫昌公の四武器を取っていくということで、場所は、石庭謀略戦、難易度高いな、の五軍シナリオでいきます。キャラはですね、孫昌公でいきます。条件は、早急を撃破すると、木箱が出ると。いう感じらしい。弓攻撃力、そう、微妙なんよね。スザクいるよね。投稿いるよね。カッタンいるよね。どうやろ。死んだ部署がいるか。百個いらんな。百個やめて。どう？強撃にする？強撃にしよっか。これでどうだろう。で、早急を倒したらいいんで、行こう。めっちゃ強いんやけど、石庭謀略。準備が整いましてございます。リクソン、この計略、うまくいくのかな？敵は芝居です。見破られるのは時間の問題でしょう。ことは一刻を争います。皆さん、頼みますよ。よし。東西の砦を落とし、早急の包囲を完成せよ。のんびり行こうぜ、のんびり。うわ、強っ。強くね。敵は強いです。皆さん。いやー、きついかも。もうきついかも。なんでこれで当たるわけ？敵の攻撃は。ああ、当たるんか。いやー、やばいっすね。相変わらずやばいっすね。先輩、これ。孫昌公は悪くない。単純に敵が強すぎるだけ。あー、危な。いや、ちょっと待てって。なんでこんなに当たるの？ありえんやろ。で、次、新規姉さん倒す。新規姉を倒す。あ、失礼。失礼？あら、失礼？ね、子供か、お前。小学生の喧嘩かよ。いやー、やばいなー。やばいな。オッケー。親衛隊がな、親衛隊か。親衛隊長おらんか。親衛隊長おらんか。なんか俺の体力を回復してくれる親衛隊長はいないか。いやー、これがやばいんよ。お、来たな。あ、来たな。よし。あれあれあれ、あ、乗れんのか。そうか、お前も乗れんのか。よっしゃ、早急倒そう。いやー、きつ。もう、なんで当たるん、それが。もう、範囲広すぎる、マジ。いやーん、もう、やってよ。おい！
ざけんな。ざけんなや。うわ、ふざっ、ちょ、マジでやばいやばい。マジでやばい。常に動き回りながら、あー、敵を撹乱したいんですけど、危ない危ないって、死ぬって。いやー、なんで当たらんの、お前。もう、よし、こりゃピンチやな。しっかりしたピンチやな。ないの、なんでないの、回復が。あ、貴重品どこでだ。もうなんか真ん中に出とるし、近いんはいいけど弓矢が多い。回復がない。ほんで、おい、危ない危ない。よっしゃ、これでこれでですね、左と右倒したいんやけど、なんか来た。弓矢に殺されちゃうので、弓矢に殺されないようにゆっくり行きましょう。これ回復やろう、さすがに。オッケー。あいつ倒そう。恐怖？なるべく攻撃を食らいたくないわけよ。なんでほんで当たらんのこれ。よしよし、右側行こう。右側全員で攻めると、全員で。何をトロトロしようや、前の方は。怖い怖い怖いよ。来ないで来ないで。右って確かこれ天意よね。天意強い気嫌なんやけど。よっしゃ、とりあえずこの4武器取ってからステータスアップしたいよね。結構な負荷がついた状態で。あ、超高やん。やだ。あ、イベント落とし。あー、マジでもう、あー、くそ、せっかく回復したのに体力。新鋭隊長はこれか。あれ、16コンボ来い。よし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 、ナイスだ。出過ぎだと、議長せよ。うるせえ。これでこれでじわっと行こう。じわっと敵を倒そう。倒したいんけど、自分は地道に行ける暇ないんよね。こいつは敵か、敵というかあれか、メインの武将か。え、なんかこれ当たらんねやけど、ここは。
で、なんか当たらん、あのね、なんかね、ダメなのよ。無双ゲージがたまらん。カッターつけとんのに攻撃力が低い剣か。よし、次シババ、シババが来る。シババが巨長や。シババじゃない。落ち着け落ち着け落ち着け。一旦拠点を潰せ。まず先に拠点や。何よりも拠点を先に潰せ。弓矢なんて無視して拠点を潰せ。巨長は後回し。先に拠点。あ、やばい、来る、近い。えで、逆の拠点ね、次。あの回復は一旦置いといて。あー近い。逆の拠点潰して。しばいよね。敵はしばいなのよね。拠点を3つ潰しときたいよね、とりあえず。よし、これでどうするかやな。巨長は倒したいんやけど、芝居をなるべくちょっとでも芝居に近づきたい。よし、これで当てる、これで当てる、ひたすら当てる。うわ、ちょっとしか当たらんか。うわ、こんなもんか。うーわ、怖っ。うわー、マジでマジでマジで。くっそ、もう。やばい、弓兵がおるな。弓兵が普通に撃ってる。回復がないな。回復ないんか。ちょっと待てよ。うお、マジで当たらんの。うわー近っ。巨長は、おー危ない。危ないっす、危ないっす、危ないってマジで。やられると思ったよ。あっ、あーミスった。
これはミスった。申し訳ありません。いやーもういやーもういやーいいか。あーもう歯がい、あいつマジでクソやな本当の親衛隊で。なんでここに拠点潰しとるのにこんなにおるん敵が、意味わからん、おかしいやろ回復しよう、こんな時のために置いとったんやけんな、この時のため、すべてはこの時のためよ、すべてはこの時のために置いとった。何十分かけるんでこのステージに、15分で終わらせて、15分でなんでマックスなの、ほんでほとんどこいつら上手すぎるんよね、当て感やばすぎるやろ、強っ。あーくそ、タイマンに持ち込ませてくれ、やばい、あ、やばい、死ぬな、これ。落ち着け、落ち着け。これ落ち着いて、ちょっと、横の肉まん取りに行こう。いやー、きつい。これはきつい、これはきついぞ。なんとかなるか。よし、もうこれ最後やね。もうこれ以上ないね、肉まん。もうこれラストよ。決めるよ。これで決めれんかったらもう負けや。よし。回復はしていない。うわっ！な、こいつ、やばっ！どっだけ体力あるん？いやー、もうやっけーん。あーいかん、あー弓へ打っとうしい、あれどこ行った、いやーきついなー、逃げ回れ逃げ回れ弓矢から、あ回復してる回復してる、オッケー、勝った勝った勝った、よし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 、言っても及ばず、よし四武器ゲット、死ぬかと思った、死ぬかと思ったよ、ギリギリやないか。さあ何がゲットかな、これ実月健康券、はい、実月健康券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 だし、移動速度23、ジャンプ力22、体力ゲージ66、運23、攻撃範囲30、あ攻撃範囲いいね、なかなかいいですね、3武器は弱い、さあちょっと時間はかかりましたが、4武器これで終わります、総証拠ね、じゃあそういうことでお疲れ様でした、無事一発でクリアできてよかった、こう見たら可愛いなこの子。